エステル・ウィンウッドは、イギリス出身の女優である。1883年、イギリスのロンドンは、D という場所で生まれた。5歳の頃から女優を志し、母親のサポートもあって、ロンドンの演技学校で演劇を学んだ。第1次世界大戦時には、リバプールにある劇場リバプールプレイハウスの団員として所属。1916年に、 活動の場をアメリカへ移し、ニューヨークへ渡った1930年代に、ブロードウェイデビューを果たした。その後は、ニューヨークとロンドンを行き来しながら、演劇活動のキャリアを積み、様々なウェストエンドとブロードウェイの舞台へ出演した。1931年に、夜の天使で映画デビュー。同作での出演シーンはカットとなってしまったが、1950年代に入ると、主に、 アメリカで制作されたテレビドラマや映画などへコンスタントに出演し、幅広い層から女優として認知されるようになった。1960年代で70歳を超えても、なお、精力的にキャリアを重ね、クラーク・ゲーブル主演のアラウマと女やメル・ブルックス監督のプロデューサーズなどの映画や奥様は魔女、バットマンなどのテレビドラマ作品へ出演した。 最後の映画出演作は1976年に制作されたピーター・ホーク、デビット・ニーブン、トルーマン・カポーティに、ピーター・セラーズらが出演したミステリーコメディ映画名探偵登場でウィンウッド自身は高齢にして車椅子に乗った看護婦という設定の老婆を演じた。1984年にカリフォルニア州ウッドランド・ヒルズにある自宅で老水のため睡眠中に死去。 101歳だった。ありがとうございます。